残高の確認とかですね、総獲得とか、あと楽天ポイントの譲渡ですね、家族に譲渡したりとかですね、あと何に使うのがお得なのか、まあ、こういったこと聞かれてます。あと楽天ポイント5倍が反映されないんですけど、みたいなですね、ことも言われるんですけども、まあ楽天ポイント、ポイントとしてはですね、使いやすいというか、いろんなところで貯められるので、なかなか、まあ、便利なポイントではあるとは思うんですけども、まあ、譲渡がですね、ダイレクトに譲渡ができないっていうことなんですよね。要は個人の情報ということで。なので、まあ、現金化してですね、まあ、例えば金券からですね、現金化して、それを渡すっていうような、要は間接的な譲渡っていう形になるかなとは思いますね。で、まあ、いずれにしてもですね、ポイントっていうのは、まあ、お小遣い程度というかですね、お得な、まあ、趣味みたいなレベルで考えておけばいいかなと。長期投資が必要ですね。で、楽天ポイントについてはですね、6000円。